オラだよ。これどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。モンスターハンターワールドアイスボーンやっていきます。よろしくお願いいたします。今回はですね、最終テンプレ装備ガンランス装備でございます。最終装備ということで、皆さんが、ずっとアイスボーンやっていくうちにですね、ガンランスの装備のその最終地点、ゴールですね、大体この装備にたどり着くと言われるほどですね、もうテンプレがまた決まっております。嬉しいやら悲しいやらといったとこなんですけども、それがこちらでございますね。ガンランさんの中ではもう定番と言われている超テンプレ装備、ゾゾシゾシでございます。ゾラマグナ 3V と、シルバーソル 2V を組み合わせた装備構成でございます。ゾラマグナを3つ使うことによってですね、砲術極意が発動するのは皆さんご存知のはず、シルバーソルを2つ使うことによってスリンガー装填極意ですね、右のスキル構成のところにですね、スリンガー装填数アップがレベル5までなっております。なぜガンランスにスリンガー装填数アップレベル5が採用されるかと言いますと、これはですね、ガンランスの新アクション起爆流行に実はその理由がございまして、装填する、スリンガー弾を装填して使用する起爆流行という技がガンランスには存在するんですけども、こちらの起爆流行なんですけども、スリンガーの弾装填数が大きければ多ければじゃあ大きければって多ければ多いほどですね、起爆流行の持続時間が、長くなります。なので、スキルなしだと、石ころ20個で、約2分なんですけども、スリンガー装填数アップレベル5で、石ころが45発で、その状態で、起爆流行を使うとですね、約3分ぐらいですね、持続する、約1分持続します。1分だけかよって思うんですけども、これ実はですね、ガンランスの起爆流行で一番長い、粘着石ですね、モンスターから主にモンスターが手に入る、粘着石なんですけども、スキル使わなかったら5分、約5分ぐらい張り付くんですけども、スリンガー装填数アップレベル5で、なんと7分ですね、約7分ほどですね、起爆流行が持つということで、もうその分ね、起爆流行1回刺しちまえば7分間はずっとそこを狙い放題なので、最終的に、長い目で見るとですね、火力アップですね、わざわざ起爆流行をこまめに差し替える必要がなく、その分起爆流行に集中的に砲撃を当てることができるということで、トータル的に火力アップ、火力スキルということで運用するというのが主な理由として使われている。それをやるために、ゾラマグナとシルバーソロを組み合わせたゾゾシゾシというガンランスの最終装備というのが、こちらでございます。あとはもう装飾品のスキル次第で、自分が欲しいスキルや対策スキルなどをね、組み替えて使っていくっていうのが主なこの装備の運用の仕方でございます。でこちらが、装飾品なんですけども、この防具の素晴らしいところ、それはですね、ゾラマグナヘッドハイド、スパインかな、この3つだけで、砲術レベル5と、耐震と、ひるみ経験が発動します。そして、シルバーソルアームと、グリーブで、スリンガー装填数アップレベル5が発動します。それで、鉄壁の5石が今僕は4なんですけども、これを5にすることによって、ガード性能レベル5が発動することができます。つまり、装飾品を使わないで、砲術レベル5、ガード性能レベル5、耐震レベル3、それでひるみ軽減が発動できるという、もう防具だけで最低限のガンランスの必要なスキルが揃ってしまうっていうのが非常に強いところ。あとはシルバーソルアームとグリーブのともに、優秀な、スロット数を持っているというのも一つの特徴ですね。こちらが42のスロットと、421のスロットですね。なので、ゾラマグナ自体もね、優秀なスロット数、持っているのでですね、自分の好きなスキルを乗せる、武器とか、隠れ身のとかこの何ですかね、装備とかも組み合わせるとさらに、スキルの構成の幅が広がっていくんじゃないかなと、ガンランスの必要なスキルが防具だけで発動する、これがね本当に強いということはそれだけみんな多く使う、大体たどり着く場所はこのゾゾシゾシでございますね。大体理屈と理由が分かってくれたかなと思いますね。起爆流行のね、延長できる持続時間が長くなるのは非常に素晴らしいことですよね。シルバーソルト、ゾラマグナ、この防具を揃えたあなたはガンランス使うことができるということで、早速やっていきましょうか。
はい、ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。すいませんね、ちょっと準備が 全くしていない状態で始めてしまいました。アイテムボックスとか全く回収してなかったからね、ごめんなさいね。さあ、ということで早速ね、闘技場リオリウスアシュニをね、試し切りしていきましょうか。まあ約2分間でしか起爆流行が起動しなかった石ころも3分間になることによってですね、まあ、基本的に、まあ、なんかつなぎとしては優秀な、まあ、スリンガーの弾になりましたね。まあ、つぶての実とか石ころとかも役に立てるような時間、まあ、3分間刺すことができるのであれば十分ですよね。うん。さあ、石ころ装填してぶちかまし狙っていきたいですね。それ難しいか。ちょっとこれはね、引っかき狙って頭を直接刺って、オッケー、素晴らしい、ナイスグッジョー、パフォーン。さあ、救援呼んでスリンガーを2個落としてもらいましょうか。そーら1回刺してスリンガー1種類で、もう1種類が間に合うといいな。間に合ったね、オッケー。偶然なぜか知らないけどリオレウスが起こってないので、火炎石ですね、だいたい何分ぐらいかな、4分ぐらい張り付いてくれるのかな。火炎石痛いね。ガンランスはね、下準備が大変なんですよね。ほんと。はい、じゃあもう1回張り付いちゃいましょう。はい、オッケー。はい、もう一回ファイヤー。そして足に起爆流行を刺してやっとスタートですね。最高。さあ刺して、はい、オッケー。一旦装填させてください。方向がキャンセルできなかったよ。やっぱガードできなかった。さあ刺した状態だったらもうそんなに怖くないね。あとは、まあ、シルバーソルですね。まあ、ゾラマ軍ともに非耐性非常に優秀なんでですね、火あられが起きにくくなる。ね、装備構成が25ぐらい超えるからですね、非耐性が。だから、火を出すモンスターに対しても強く出れる。というのも一つのプラスになるかな。あ、ナイス、マヒー。グッジョブ。あ、オッケー。どんどんやっていくよ。よし、装填。ファイアー、いい火力だ。はい、折れて、はい、うー、突進、危ない危ない。さあ起爆流行中心狙っていこうか。危ない、よいしょ、こけねえかな。はい、あー噛みつき当たるんですね、その位置。尻尾しっかりガード、当たらなかった。ガード、まあ、拡散型なんでね、ある程度横幅があるからですね、当たり判定が。リーチが少し短いんですけども、まあ当たりやすいからですね、比較的。さあ、流撃砲もたまったということで、じゃあ撃っていきましょうか。ファイアー、落ちない。落ちてくれたら一番嬉しかったけどね。さあ起爆力を刺さってる間なので、落ちるかな。いい、しっかりガード。うわーっ、もう一個撃ってくんのかよ。いやー、それはピオルはさすがに大技当たってしまうもん、それは気絶しちゃうよ。起きなさい、おはようございます。水虫ゲット、はい、しっかりガード。ファイヤー、ファイヤー、落ちないかな、落ちないかな。起爆力刺さってるとね、落ちやすい気がする、なんとなくやけど。さあ流撃砲で落とすよ、いけ。くぅ、さすが空の王者、なかなか押してこねえ。待て、まあ、危ねえ、マジ距離詰めるよ。落ちないかな、尻尾ガードして、はいはい、待ってくれ。うん、不発。さあちょっと閃光玉とかもちょっと視野に入れておこうかな。これもう一回来るか。うん、まあその技何回も食らったからな、やりすぎ注意だよ。そう、起爆流行に当たらねえ。バフからのファイヤー、落ちない。じゃあスリンガー閃光弾セットしとこう。はい、一回落ちるだけでも十分だよ。あ、そっち行っちゃうか、待ってくれ。あ、落ち着いて、切れ味が黄色になるまでは打ち続けたいね。どっかチャンスがあれば。あ、黄色になっちゃった。一旦ちょっと研ぎましょう。
はい、研いで吠えない代わりに流撃砲で撃ちます。オッケーオッケー、いよいよ前詰めて空爆力を狙っていきましょう。ちょっと距離前を詰めつつね、ファイヤーね、先行弾しかないのでちょっとスリンガーがないですね。じゃあスリンガーもらいましょう、いただきましょう。ぶっ飛ばしの用、ぶっ飛ばし用にちょっと1個取っておきたいですね。ナイスマヒ、グッジョブ。あ、爆発弾を起爆流行に使うか否かやけど、まあスリンガー先行弾、スリンガー装填スワップついてるからまあ大丈夫かな。怒るかな、怒らない。顔に、ちょっと待って、顔につけたんやけど、あーミスった、ボタン入力ミスったぶっ飛ばしですよそこは。待って、納刀中。あ、ピヨるよなそりゃ。ちょっと助けてくんね、ありがてー。いたいたいた、ありがとう、起こしてくれた。うっ、怖っ。ダメか、そこ当たっちゃうのね。どこでスリン、どこでクラッチやっていいかがわかんねえよな。やりすぎ注意だね、ほんと。あんだけやっててもまだ、あ、まずい。よいしょ。なんとか避け切ったよ、今の。あ、危ねえ、危ねえ。さあ、スタミナ切れてんね、今。ああ、不活。あ、いいよ、それ。はい、ポーズ。はい。よし、いいよ。疲れてる間に一気にダメージ取っていきたいね。スリンガー落ちてるね。これはちょっと欲張りに狙っていっていいのでは。よいしょ、さあ流撃砲の時間だよ。いけ、いいっすね。そのスリンガーヒルミはちょっといけないので、スリンガーヒルミじゃないわ、もう一回ぶっ飛ばし狙えるんじゃね。ほらな、よいしょ。起爆流行がまだあるんじゃねえのそれ。ああ、もうそろそろ切れそうですね。さすがに結構長い時間使ってるもんですから、じゃあもう最後の最後まで頑張って働いてもらおうかね。ああ、外すそれ、危ねえ。これは流撃、激流層当たる、いや当たんないじゃんその位置。もうちょっとこっちだな、もうちょっとこっち来てくんだよな。さあ来い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 、来た、よいしょ、よし。ということで、討伐完了いたしました。すごくね、スリンガー装填スアップレベル5であんだけ1回刺した起爆流行があそこまで持つっていうのがね、まあいかにあの火力アップにつながるかといったところですね。まああの、まあ、ゾゾシゾシと言われている超テンプレ装備なんですけども、まあね、リオレース足とかが、あ、違う、ごめんなさい、リオレース希少種が枯れるようになったらもうみんなが作れるような、まあ、ガンランスの、まあ、最終テンプレ装備ということで紹介させていただきました。まあ、この装備を通してですね、まあ、いろんな方が、まあ、ガンランスを使ってみようかなってなれば、まあトータル的にいいのかなって思いますね。まあ、ただちょっと装備の幅が狭まるのはちょっと難しいところですね。そこは多分賛否両論あると思うんですけども、まあ人口が増えるんだったらそれでもいいかなって思います。はい、ということで特に目ぼしいものもなさそうですね。ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。